町内会長。ああ、弟くんか。何ですか、これは。うむ、悪魔がここで寝てしまったようだな。それだけならまだしも、ほれ。行こう。わっ。ああ、ことさら困ったことに、悪魔が寝言でつぶやいたものがここに現れるんじゃ。なるほど。お金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 。うわ、なんだこれ、ただの石じゃないか。昔のお金じゃないですか。悪魔の歴史は古いですから。チェ、そういうことか。この悪魔どうするんです、起こしますか。いや、下手に起こすのも危険じゃからの。これから町内会の連中と今後の対策について会議するところじゃ。僕も行きますよ。うむ、弟くんからもアドバイスをもらえると助かるよ。なるほど、お金と言わせてもダメか。それなら俺は知恵と名誉だ。それがあればお金なんて後からいくらでもついてくるってもんだ。知恵と名誉、知恵と名誉、知恵と名誉、知恵と名誉。あれ、何も起こらないじゃないか。やっぱり物質じゃないとダメか。お金、お金、お金、お金。ああ、あなた、お金と言わせたところで今じゃ使えないような昔のお金が出てくるだけですよ。え、そうなんですか。そうだ、それならあなた、大量の金銀財宝と言わせてみたらどうです。金の価値は不変ですからね。なるほど、それはいいことを聞いた。ご親切にありがとうございます。いえ、では。大量の金銀財宝、大量の金銀財宝。だいたいこういう話ってのは最後想像よりはるかに大量の金が落ちてきて欲を出したやつが潰れて死ぬっていうオチなんだ。うわー、やった。けけけ、本当に死んじまったよ、愚かなやつね。さて、ではあの金銀財宝は俺がいただくとしよう。